はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回モンスト、資料の森の狂犬という、フランケンですね、はい、犬のバージョンの、やつやっていきたいと思います。貴族性ということで炎属性で固めてはいるんですけども、アンチワープの貴族性が2人しかいないので、プラス、まあ、龍馬がもう1体いるんですけど、龍馬ちょっときついかなということで、劉備を、光属性で連れてきております。でワープもダメということで、プラスアンチ重力バリアの強い味方がいたので、ちょっと剣心をねお借りしております。じゃあこのパーティーで、フランケンやっていきましょう。レッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、じゃあやっていきましょう。あの1って書いてあるあの犬がえげつないって聞いてるんですが、そんなに体力もなさそうですね。おっと、結構持ってかれたな。なるほど、最初の1ターンであいつ倒さないとダメなのかな。倒さなかったら結構痛いダメージが来るよ的なやつかなと。レーザーバリアがあるのでやっぱりレーザー消せるところが正解ですね。重力バリアちょこっとだけ出てくる感じだったらね、あのアトスとか連れてこようと思ったんですけどね、重力バリアないと必須ダメですねこの段で。あ、こいつは多分フランケンってやつだよね。こういう、はい、失敗しましたね。剣心さんを少しでも上に出したかったんですけど出てきませんでした。これでどれくらい削る。左下のザゴ2体を倒したけどそんなに痛くないね。じゃあ、剣心さんに当てるだけ当てていい感じじゃないですか。あとこの中ボスだけですよ。これは横でやった方がいいやつ。あ、失敗した。うわー、これこの人ね、ゲージじゃないとアンチ重力バリアつかないから失敗しました。まあスキルのターンを稼いだって考えればね、もう前向きにいこうぜ。おい、じゃあ次、まだラストではないよね。ボスではない、まだボスではないですね。あー、さっきのやつだ。これ最初で倒さんといかんけど、こいつの体力っていうか別に倒さなくても死にはしないっしょ。結構簡単に死ぬようになってるんだな。だったらやっぱ狙ってた方がいいかもしれないけど、別に死にゃせんやろね、死にゃせんやろ。まさかね、コンティニューとか出たりしないですか。ゲームオーバーとかね。これはこいつを確実に倒そう。 OK。 で次剣心さんなんで、あの弱点のところに入り込めればいいかなとは思っておりますが、入れ、入った、削り切った、削り切った。 OKOKOK、 削り切りました。あとはあの雑魚なワンちゃんみたいだけ、あれワンちゃんではない、あ多分ワンちゃんではない。ダメージは、あ、攻撃力ダウン、それまあまあめんどくさい。防御力ダウン、攻撃力ダウンは結構嫌いなデバフですのでね、僕の中では。あと20ターンクリアでスピードクリア達成と。んー、まあ S ランクを目指したいので時間もなかなか短縮して、これは上カンカンしたいですけど、僕そんな技術がないような気がするので、これで微妙いですけど、これは剣心さんは中に入ってほしいけど入れませんですね。下手くそですね。あ、最後に入るのね、最後に入るのね。龍馬さんは貫通だから、一応これでこのフロアは、おいおい、お前は最低だよ、なんかしたっけ、私なんかしたかな、私なんか君にとって嫌なことしたかな。すごいね、フランケン。これ誰やろ、声優さんやるな。あー、これどんぐり振らしてくるやつ倒せるか。劉備なんですが、ダメでしょうねダメでしょうね。劉備さんじゃダメですね。どんぐり痛いですね。
4割持ってかれるのは結構きついよ。右上で削り切れぬか。次は坂本龍馬さん、これはあいつにアグラムートに当てたら右のやつは死ぬね。オッケー、鼻のやつそんなダメージ少ないっしょ。結構でかかった。これは回復のやつ小さいけど取っておくべきでしょう。でスーパーショットまだ使わなくて OK かな。どういう反射したらそうなるのかな。まあ悪くはない。死にはしない、死にはしない。こんだけ体力があって死にはしない。よし、いい感じにストレッチが溜まってきましたよ。 OK いった。お前は最低だよ。すげえな、声優さんってほんまやるな。さてと、黄色いライフラストですね。ラストこれはポイントを倒す。 OK、 これでどんぐらい振ってもない。でスーパーソフトはかなりいいと思います。次アグナムートでがっつり減らしたいとこですか。じゃあアグナムートさん行きましょう。オッケー、ちょっと待て。なぜ左下で止まったのだ。アグナムートさん、はまったが止まってしまう。じゃあルービーさんの腕を無理やり動かしましょう。我が兄弟の敵許さんぞってことは何、死んだ後かな。感想結構後やで、最後にするからルービーさん。弱点出てこい。オッケー、じゃあこれ剣心さんでこれで埋めさせてもらいましょうか。拙者の心一つ恐れるものは何もない。やっぱりコラボキャラクターは特別なエフェクトがあるのね。何これ、お、あと一撃ある。削ったね剣心さん強っ。癖になっちまいそうだ、癖になっちまいそうだ。お前大丈夫かよフランケンよ。オッケー、クリアです。一癖はまあ僕の妄想データはまあまあ強いので。あー、ええじゃない。タイムがええじゃない、ええじゃない、ペースじゃない。まあゲットしましたし、よしとしましょうか。あー、ちょっと時間かけすぎたね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。